ここんんにちはは石川でです今日はこの英文を読み込んでい,きますいつもと同じように皆さんに一度こうなぞったところを音読していただいてから始めますけれども、えー、英文解釈でですね、えー、この音読というのはですね非常に重要なんですねもちろんあの大学受験の試験会場では音読は許されませんけれども 普段から英文を音読していることでですね、目読している最中にもですね、英文をこう目で見てですね、そのリズムで読めるっていう癖がつくんですね。リズムで読めるようになる。そのためには普段から音読しておくことが重要なわけです。それでは、いつもと同じように私がゆっくりとなぞっていきますので、えー ゆっくりとなぞったところを皆さんだけで音読してくださいそれではどうぞ Magawa has sniffed out 39 landmines and 28 unexploded munitions in his career. The UK veterinary charity PDSA has presented him with its gold medal for life saving devotion to duty in the location and clearance of deadly landmines in Cambodia. There are thought to be up to 6 million landmines in the Southeast Asian country. The seven year old rodent was trained by the Belgium registered charity Apopo, which is based in Tanzania, and has been raising the animals known as hero rats to detect landmines and tuberculosis since. The 1990s. The animals are certified after a year of training. それではあ翻訳していきたいと思います。マガはこれは固有名詞名前ですね。マガは has sniffed out。スニ f フはくんくん嗅ぐということですね。くんくん鼻で嗅ぐ、えー。スニ f フが嗅ぐ。そしてアウト。 アウトがつくってことは、これ、あの、ファインダーアウトに近い意味になるわけですね。花で嗅ぎ分けて探し出すっていう感じですね。えー、花で嗅ぎ分けました。39個のランドマイン、地雷。39個の地雷。そして、28個の unexploded, exploder 爆発ですね。それに、un というセット字、否定するセット字がついているので、unexploded munitions で、unexploded munitions。これで、この2つの単語で、不発弾ということになりますね。in his career. えー、彼のキャリアにおいて、えー、今まで39個の地雷と28発の不発弾をスニフトアウト。嗅ぎ分けて探し出しました。The UK Veterinary Charity。この Veterinary がご存知でない方いらっしゃいますでしょうかね。これは、ああの獣の医者。 つまり、獣医ですね。アニマルの医者っていうことですね。アニマルの医者のという形容詞になっていますえ。ちなみに、獣医という、えー、名詞形はですね、えー、ベテリナリアンになります。このベテリナリは獣医のという形容詞です。UK Veterinary Charity ああ。ちなみに、この UK はもちろんあのご存知だと思いますが。United Kingdom ですから、 英国ですね。英国の10位のチャリティ、えー。チャリティはあもうそのまま日本語でチャリティってあのカタカナ英語になってますから、このチャリティは、えー、慈善団体ですね。えー、チャリティという言葉がこの英文の中には2つ出てきますね。チャリティ PDSA とチャリティアポポ。 これ2つの慈善団体が出てきます。このチャーリティ PDSA,The UK Veterinary Charity PDSA, 英国の10位の慈善団体 PDSA はプレゼントしました。has presented him, 彼に、真側にですね。him, with, 何をプレゼントしたかがこの with 以下ですね。 with its gold medal. ゴールドメダル。PDSA のゴールドメダルを彼、真ワにプレゼントしました。for? なんでプレゼントしたのかがこの For 以下になってますね。for life-saving devotion to duty.duty はその使命ですね。彼の任務。えー、その任務に対する貢献。 人命救助の貢献に対してゴールドメダルを与えました。in the location, その土地で and the clearance of deadly landmines in c a m b o d i a カンボジアで、えー、deadly というのは dead は死ですから、えー、deadly だと地視性とか地視的な地視的なとか 必殺のとか、そういう訳し方ができますね。デッドリーランドマイン。知識的な必殺の知識的なあ地雷。カンボジアの地雷除去。クリアランスは除去ですね。えー、というデューティ、えー、使命へのお人命救助の貢献ということになります。There are sought to be There are salt to, there are salt は考えられているっていうことですね。There are t h o u g h t t o be up to six million land mines.up to っていうのはあ、えー、何々までっていうことですね、えー。何々に及ぶっていうことですね。six million land mines.600、えー、万個の地雷が Uh, in the Southeast Asian country. この、その、えー、南アジアの、サウスイストですから、えー、南東アジアということになりますね。南東アジアの、その南東アジアの国、すなわちカンボディアには、えー、600万個の地雷が埋められている。地雷がある。と、 600万個に及ぶってことですね。に及ぶ地雷が埋められている、あると考えられています。The seven-year-old rodent. ロー rod デンというのは月種類のことですね。まあ、ネズミも月種類。The, The seven-year-old 7歳のこのローデント、月種類、ネズミ。ネズミって訳してもいいです。月種類、えー、は g レ s t e r e ドベルギーに登録してある、えー、事前団体 a p o p アポポ i c h is based in Tanzania それは、えー、ベルギーに登録してありますそしてタンザニアに、えー、拠点を置いています、えー、のスジ団体 a p o p アポポによって訓練されたということですね、えー which is あこれを訳しましたね。and has been raising the animals. そして、アポポは、raising は育てるととかあいうことですね、えー、そのお動物たちを育ててきました。known as hero rats.、えー hero 英雄ネズミとして知られる、それらのお、その動物を育ててきました。bean raising 育ててきました。to detect landmines 地雷をお見つけるためのそして tuberculosis は結核ですね。そして えー、地雷を見つけるため。そして、また、結核を見つけるため。えー、since the 1 9 9 0 s この S がついたときは、これは、年代ということになりますから、1990年代からということですね。育て上げてきました。The animals are certified. その動物は、 Certified, 認定されます。After a year of training.1 年間のトレーニングを経て認定されています。ということですね。この認定は何のためかというのは、ランドマインデテクティング・ラットということになりますね、えー。地雷を探すネズミとして認定されるまでは1年間のトレーニングはいるということですね。えー、ということで、えー、翻訳してまいりました。 久々に明るいニュース、しかも可愛いい動物に関わるニュースでした。このマガワの顔を見たい人はですね、これでマガワ、ラッツ、ランドマインとかマガワ、ランドマインラッツで検索してください。今日の出展は BBC でした。それでは今日はこの辺にしたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。